ニュースマグビです。有名人の違法薬物逮捕が加速する中、複数の有名人がマークされています。捜査関係者によると、牧原紀之の逮捕を受けて複数の芸能人が芋づる式に逮捕される可能性が出てきているとのこと。芸能人だけではなく、有名大学のミスコン出身者でフリーアナウンサーに転身し、現在もレギュラー番組を持つ人気女子アナウンサーもその一人。またある人気芸人は夫婦で大麻好きとしてその世界では知られており、必要な時に吸い切れる分だけを届けてもらうスタイルをとっているとの証言もあります。ニュースマグビ